第68代横綱朝青龍はモンゴル出身者として初めて横綱になった力士です。負けん気の強さと自他ともに認める稽古量で、初土俵から25場所というスピードで横綱昇進を果たします。その後は25回の幕内最高優勝、連勝記録は35、未だ破られていない7連覇など様々な記録を打ち立てました。そんな朝青龍ですが、現役時代から素行の悪さが有名で、特に横綱になってからは横綱としての品格を問われることも多くありました。朝青龍は土俵上や土俵外でも問題を起こすことが多く、特にモンゴルの先輩でもある旭秀山とは現役時代にたびたび騒動を起こしており、不仲説がささやかれていました。朝青龍と旭秀山の騒動とはどういったものがあったのでしょうか。今回は朝青龍と旭秀山の不仲説について触れていこうと思います。モンゴル力士のパイオニア旭秀山、まずは朝青龍と不仲がささやかれていたとされる旭秀山を紹介します。旭秀山が来日したのは1991年のことです。モンゴルで行われた新弟子公募に応募し、約200人の応募者の中から選ばれ来日します。この時来日したモンゴル人は6人で、その中には旭天鵬や旭天山もおり、共に大島部屋に所属し切磋琢磨することになります。入門当初は稽古の厳しさから部屋を脱走したこともあったそうです。さらに旭秀山はモンゴル出身力士の先駆者でもあり、多くのモンゴル出身者を相撲部屋に紹介し入門させた人物でもありました。またモンゴル出身者の多くは旭秀山に憧れて来日する人も多く、日本との橋渡し役のような存在にもなりました。ちなみに入門当初、もやしのような体型でどの部屋からも相手にされなかった白鵬に入門のきっかけを作ったのは旭秀山で、白鵬にとっては恩人でもあります。もし旭秀山が稽古の厳しさから相撲をやめていたら、後の横綱白鵬は誕生していなかったかもしれません。旭秀山は1992年の3月場所で初土俵を踏みます。その後は順調に番付を上げていき、1995年3月場所で新十両へ昇進。これによりモンゴル出身の関取が初めて誕生しました。そして1年半後の1995年9月場所で幕内に昇進します。これもまたモンゴル出身力士としては初めてのことで、旭秀山はまさにモンゴル力士のパイオニアでした。その後もわずか4場所で三役に昇進するなど幕内で活躍します。ですが入門当初は才能をそこまで期待されておらず、採用された理由も部屋の師匠のもう一人ついでにといったものでした。そんな期待に反するかのように旭秀山は多彩な技で観客を魅了し、幕内に昇進してからは引退まで十両に陥落することなく相撲を取り続けました。2006年11月に現役を引退し、約14年間の土俵生活を終えます。引退後は母国モンゴルに帰り、政治家や実業家として活動。モンゴルでは栄誉市民の称号も与えられ、英雄的存在でもあります。モンゴルの問題児朝青龍、旭秀山が初土俵を踏んでから約7年後の1999年1月場所で初土俵を踏んだのが朝青龍です。朝青龍は15歳で相撲を始めており、モンゴル相撲でも優勝するなど実績を残していました。1997年に明徳義塾高校へ相撲留学した後にスカウトされ、高校を中退し各界へ入門が決まります。朝青龍は入門した際の目標として旭秀山の名前を挙げており、当時は朝青龍としても尊敬の存在だったこともわかります。幕下時代に一度負け越しを経験しますが、その後は順調に勝ち進み、初土俵から約1年半で十両昇進を決めました。十両は2場所で通過し、2001年1月場所で幕内に昇進。入幕から1年で関脇になり、この時点で旭秀山の最高位でもあった小結を超えることになりました。これによりモンゴル出身力士として初めて関脇昇進を果たすことにもなります。その後も好成績を上げ続け、21歳9ヶ月という若さで大関に昇進。新大関として迎えた2002年9月場所では9勝1敗と優勝争いでも先頭に立っていました。そしてこの場所11日目では長期休場明けの横綱貴乃花と2度目の取り組みが組まれます。結果的には大熱戦の末惜しくも黒星、負けて花道を引き上げる際に畜生と叫び悔しさをあらわにしました。さらに取り組み後のインタビューでは、相手の怪我した足を蹴ればよかったと語るなど物議を醸す言動もあり、当時から問題児の影を見せていました。ですが翌場所に14勝1敗の成績で初優勝、綱取りをかけた翌2003年1月場所でも14勝1敗と2場所続けて優勝を果たします。これにより横綱昇進が決定、第68代横綱朝青龍が誕生しました。横綱になってからの勢いは衰えることはなく、2004年には2場所連続の全勝優勝、2006年には年6場所全て優勝するという偉業を達成しています。
そんな朝青龍ですが、2007年の7月場所後に世間を騒がす事件を起こします。怪我の療養として休んでいた巡業期間中に母国モンゴルでサッカーをしていた映像が報道されてしまいました。このことから怪我は仮病だったのではないかとの意見が出ることになります。この事件を受け、相撲協会は朝青龍に対して2場所の出場停止、11月場所千秋楽まで謹慎などの処分を下します。復帰後も優勝を決めた際に大きくガッツポーズを取るなどし物議を醸しました。こうして横綱になってからも何かと話題には欠けなかった朝青龍ですが、2010年に突如引退を発表します。1月場所中に泥酔して暴れるという騒動を起こしたことを週刊誌が報じました。それにより相撲協会から厳重注意を受けてしまいます。さらに知人男性に暴行をしたということも発覚し、協会からは解雇や出場停止を求める声が相次ぎました。その後朝青龍は暴行問題の責任を取るという形で突然引退を発表。元からの強気な性格もあり、圧倒的な強さで横綱まで駆け上がった朝青龍ですが、横綱になってからはたびたび協会から注意を受けることも多く問題児でもありました。旭秀山との対立。朝青龍と旭秀山が同時期に幕内で活躍していたのは2001年から2006年までの6年間です。6年間での対戦成績は13勝2敗と朝青龍は2回しか負けていません。そんな中でもまず最初の対立となったのは2003年5月場所のことでした。初日から8連勝と好調で迎えた9日目にモンゴルの先輩でもある旭秀山との取り組みが組まれます。朝青龍は旭秀山を土俵上まで押し込みますが、土俵際の引き落としで敗れてしまいました。それだけではなく、旭秀山には過去5戦5勝と負けたことがなく、初めての負けでもありました。腹ばいに落ちた朝青龍は土俵の外を指さして審判に物言いを要求します。旭秀山の足が土俵を割っていたのではないかという言い分です。際どい一番ではありましたが、土俵上に旭秀山の足は残っており、物言いは認められませんでした。まさかの番狂わせに館内は大量の座布団が舞います。しかしその後仕切り線に戻る際に旭秀山と肩がぶつかり睨みつけるのです。それだけでなく、悔しさのあまり引き抜いた下がりを振り回し旭秀山の体に当たってしまうという出来事が起きてしまいました。相撲は礼に始まって礼に終わると言われるように礼儀作法があります。神聖の土俵上でそんな行動を起こすのは前代未聞で、最高地位である横綱が見せる態度としてはあまりに醜いものでした。これに対しては旭秀山も横綱のする行為ではないと批判しています。当時の北の海理事長は、横綱の品格の問題ではないが態度に出ることが問題と言い、審判長を務めていた元千代の富士の九重審判長も朝青龍の態度が悪いし品格がないと呆れた口ぶりで語っていたことも明らかになりました。取り組みを終え、悔しさをあらわにしたまま支度部屋に戻った朝青龍は畜生と大声を上げ、風呂から上がってわけのわからん一番だと言ったと言います。この行動で朝青龍の師匠でもある高砂親方は理事長から注意を受けることになりました。さらに場所後の横綱審議委員会でも再発防止を命じられるなど、協会も対応に追われることになります。この取り組みは旭秀山の立ち合いが遅く、最初は朝青龍が突っかける形で旭秀山を突き飛ばしてしまいました。さらに2度目の立ち合いでは立ち遅れて不成立。ここで相手からもろ手を顔に受け、カチンと来ていたと朝青龍は後に語りました。その後の行動を見ても完全に冷静さを失っていたことがわかります。この一連の騒動は暴言暴挙朝青龍不謹慎といった見出しで、翌日のスポーツ新聞でも大きく取り上げられることになってしまいました。下がり振り回しガン飛ばすの文字とともに一面に朝青龍が旭秀山を睨みつけている写真が載り、横綱としては非常に不名誉な一面になってしまいます。朝青龍は高校時代巡業に来た旭秀山と記念撮影をしたこともありました。番付は朝青龍が追い抜いたとはいえ、尊敬の存在だった旭秀山とこんな形で対立してしまうのは朝青龍としても望んでいなかったことかもしれません。旭秀山のドアミラー破壊事件。翌7月場所では2人の間にさらに大きな事件が起きてしまいます。5日目、朝青龍は再び旭秀山との取り組みが組まれました。5月場所の関係は未だ修復されないままで、終始緊張感が漂う土俵です。そんな一番は旭秀山のもろ手突きで始まり、朝青龍も応戦するように突っ張ります。突き合いの末、朝青龍が叩き込み、軍配は朝青龍に上がりました。ですが審判からは物言いがついてしまいます。叩いた朝青龍の手が旭秀山の曲げにかかっていたのです。そして朝青龍は反則負けとなってしまいます。横綱がこのような形で反則負けになるのは史上初めてのことで、朝青龍にとっては不名誉な負けでした。朝青龍は協議の結果に対して、横綱なんだから
曲げをつかむような相撲を取るはずがないと言いますが、反則負けの判定が覆ることはありませんでした。そしてその後2人の関係に完全に亀裂が入ります。旭秀山に反則負けを喫してから3日後の8日目、朝青龍は高見盛に負けてしまいました。高見盛には稽古場でもほとんど負けたことがなく、朝青龍としてもまさかの敗戦です。これにより朝青龍は3敗目となり、優勝争いからは大きく遠ざかることとなります。そんな取り組みを終えたばかりの風呂場で旭秀山と肩がぶつかり、激しい口論となってしまうのです。口論はヒートアップしていき、その場にいた海洋が仲裁に入る始末。その場はなんとか収まりましたが、仲裁がなければ口論はエスカレートしていたかもしれません。ですがこれだけでは朝青龍の悔しさは収まりませんでした。帰りの駐車場で旭秀山の車のドアミラーを破壊するという騒ぎを起こしてしまうのです。車に乗ろうとした旭秀山は運転手から朝青龍が肘で壊してドアミラーが開かなくなったという報告を受けたといいます。負けた腹いせに相手の車を破壊するという行動は前代未聞でした。この件で朝青龍の師匠でもある高砂親方は、車の持ち主である旭秀山の後援者に謝罪し弁償を申し出ることになってしまいました。最終的に旭秀山の師匠でもある大島親方と後援者で話し合いをし、被害届などは出さないという意向でこの騒動は収束します。これに対して旭秀山は自分の金で直すと苦笑いしていたそうですが、内心はどう思っていたのでしょうか。翌9日目には横綱土俵入りの際、観客から罵声を浴びせられ座布団を投げつけられるなど、旭秀山との騒動が派手に報じられたこともあり、すっかり悪役のイメージがついてしまいます。結局この場所の朝青龍は10日目から途中休場してしまい、場所としても中途半端に終わる形となってしまいました。不仲の真相。そもそも朝青龍と旭秀山の関係はなぜここまで悪くなってしまったのでしょうか。旭秀山はモンゴル力士のパイオニアで、朝青龍としても大きな存在だったことは確かです。これにはモンゴルと日本の慣習の違いがあると考えられます。モンゴルでは年長者を敬う習慣があり、これは日本の社会でも同じです。ですが大相撲の世界は番付社会なので、場所ごとに発表される番付が全てで、番付が下の者は年齢に関係なく上の者を敬わなくてはいけません。先に相撲界に入り番付を上げたのは旭秀山でしたが、最終的な番付で言えば朝青龍が上でした。年齢で言うのなら朝青龍の方が7つ下です。相撲界の慣習で言えば朝青龍の方が偉いということになりますが、朝青龍の態度はあまりに悪すぎたため、旭秀山としても我慢できない部分もあったのでしょう。また同じモンゴル出身の朝青龍が問題行動を起こすとモンゴル力士のイメージも悪くなると考え、それを諭すという意味でも口論に発展したのかもしれません。これは2人が相撲界に入るまでの背景も影響しています。旭秀山は初めてのモンゴル出身関取ということもあり、モンゴル国内では英雄として扱われていました。さらにモンゴル力士の入門するきっかけを作った人物でもあり、旭秀山がいなければ後に続くモンゴル力士も誕生していなかった可能性もあります。当然そんな姿を見て朝青龍も角界に入門したのですが、朝青龍の言動は旭秀山から見れば恩を忘れたというような行動です。逆に朝青龍は番付では上なんだからこれくらいの態度は当然だと言わんばかりの行動でした。朝青龍の性格からして旭秀山がいつまでもモンゴル力士のパイオニアと称えられているのをよく思っていなかった部分もあるのかもしれません。朝青龍としても20代前半でまだ若かったこともあり、荒れていたことも理由の一つなのでしょう。ですがこの騒動があった場所後の巡業で2人はがっちりと握手を交わし、報道陣の前で和解します。土俵入りを終えた旭秀山は支度部屋の前で朝青龍が戻ってくるのを待機。戻ってきた朝青龍と顔を合わせると元気かなどと共に声を掛け合います。これに対して旭秀山はモンゴルでもすごい騒ぎになっていたけど日本で握手したからね、朝青龍はモンゴルの可愛い後輩などと答え、互いに頑張って来場所は横綱に優勝してもらいたいと語りました。ただこれに対し朝青龍のコメントはなし。一応2人の確執はここで終止符が打たれ和解という形になりましたが、朝青龍のコメントがないところを見ると旭秀山が大人な対応を見せただけなのかもしれません。朝青龍引退後に明かされた不仲説の真相。朝青龍が引退してから7年が経った2017年、春馬富士が鷹の岩に対して暴行したという問題で旭秀山が日本のテレビ番組に出演します。ここで朝青龍との関係性を聞かれ、今でも仲はあんまり良くないと答える場面がありました。モンゴルで朝青龍と会う機会はあるらしく、会った時には握手はするし、2人
通に会話もするということも語ります。ちなみに朝青龍自身もこの番組を見ていたようで、春馬富士の暴行事件について語った旭秀山に対して、うまく嘘つけよバレてるよなどとツイッター上で批判します。旭秀山の名前こそ出さなかったものの、モンゴルのヒーロー男と明らかに旭秀山だとわかる内容の投稿をしています。これに対して旭秀山は、多分僕のことと言い、大体僕の言ったことに全部反対だという人間なんでと笑顔で語る場面が見られました。その後も朝青龍は旭秀山に対してと思われる批判投稿をツイッターにしており、現役時代の確執が垣間見えた瞬間でもありました。一時は和解を見せたように見えた2人ですが、旭秀山は引退後の両者のやり取りを見る限り仲が良くないのは確かなようで、完全な和解には至っていないようです。現在旭秀山はモンゴルで実業家としても活動をしており、地元の子供たちに相撲を教えるなどの活動もしています。またモンゴルの貧しい人への援助を名目に旭秀山発展基金というものを設立、基金を集めて国民に奉仕したこともあり、モンゴルのウランバートル市から名誉市民の称号が贈られています。朝青龍は引退後もたびたび問題発言などで騒動を起こしており、現役時代からの破天荒ぶりは変わりません。今後2人が正式に仲直りする日は来るのでしょうか。